理工数学研究所の村上です。今日はエネルギー問題を切る第2回のセミナーとして、再生可能エネルギーを取り上げたいと思います。このスライドは前にも紹介したんですが、現在使われているエネルギー源っていうのは、多くは枯渇する運命にあるんですね。しかもその資源は偏在していますので、国家紛争のもとにもなっています。例えば石油、それから天然ガスっていうのはあと50年しか持たないと言われています。石炭は結構埋蔵量あって140年と言われてるんですけれども、皆さんご存知のように石炭火力に対してはですね、非常に厳しい目が向けられています。それから原子力の燃料であるウランもですね、100年しか持たない。で、そのためにですね、今、資源が枯渇しない再生可能エネルギーというのが大きな注目を集めています。前回紹介した水力発電、それから太陽光、風力、バイオマス、海洋力、そして地熱発電です。で、この中でですね、地熱発電以外はすべて太陽の恩恵により永続できるエネルギー源になっています。一方、地熱というのはですね、地球が内部に抱える高温を利用して発電するものです。で、前回も紹介しましたが、水力発電について紹介したいと思います。これは地球に水がありですね、太陽光が降り注ぐ限り永続する発電方式になります。しかもエネルギー効率が100%という優れものですが、残念ながら日本にはもうダムを作る場所がない。さらにいろんな自治体がですね、脱ダム宣言というのもしています。一方、これ再生可能エネルギーですから、世界から見ると大変魅力のある発電なんですね。そのために、ダム建設ラッシュが起きています。特に14億人の人口を抱える中国ではですね、いくら電力があっても足りないわけです。そのためにメコン川上流、ガンジス川の上流にですね、今4000以上のダムを建設しています。これは下流の国にとってはいい迷惑なんですが、やはり水力、魅力があるということで、どん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 ダムは作られるわけです。それからナイル川、この上流の国のエチオピアがですね、ダム建設して、これも問題になりました。エジプトがクレームをつけましたけれども、それを止める手立てがないということで、水力発電非常に魅力があるんですが、一方で国家紛争の元になっているということも指摘したいと思います。で、ここで水力発電に関して話題を2点取り上げたいと思いますが、1つは揚水発電ですね。これ初めて聞いた時すごい発電方式だなと思ったんですが、これ夜にですね、ポンプで水を汲み上げるんですよ。で、上のダムに溜めておいて、昼間電力が必要な時に発電するというものです。で、日本でもですね、この前、電力不足が心配された時に、揚水発電使ってですね、電力供給するということが話題になりました。面白い発電ではあるんですが、発電としての主流ではありません。次に私注目しているのは、このマイクロ水力発電、小型の水力発電です。私の田舎でもですね、小さな滝があって、そこに水力発電所を作ってたんですが、小型であっても小集落の電力を賄うのには十分なんですね。それから高低差がなくても川の流れがあれば発電が可能になります。で、この時の基本は地産地消ですよね。地域で作って地域で電気を使う。私はこれがですね、再生可能エネルギーの基本ではないかなというふうに思っています。次に風力発電です。前回
ヨーロッパの話紹介しました。私の友人がですね、将来的には風力発電のようなですね、自然エネルギーで電力賄うよってヨーロッパの人たち言ってたんですが、実際にはロシアから天然ガスを買っていたという話を紹介させていただきました。風力に関してはですね、もともと地球っていうのはものすごいスピードで自転していますから、これに伴う風が吹くんですよね、偏西風、偏東風。ですから、この恒常的な風を利用して発電するのは賢いなとは思ってたんですが、残念ながら、地上で見ると、それが常に吹いているわけではないという課題はあります。ただ、太陽電池と違ってですね、夜でも発電可能というメリットはあります。ただ、こちらもですね、なかなか陸上での立地には課題が出てきます。人が住んでますから、騒音の問題とかですね、それから景観、バードストライクの問題があってですね、今は洋上風力発電ということで、海に作ろうという方向に動いてますね。ただ、海ですから漁業権の問題はあります。で、風力の場合ですね、これは空気を構成する気体の運動エネルギー使ってますから、水よりも当然エネルギー密度は低いんですよね。だから風車を大型化するというのが必要になってきますし、運動エネルギーは速度の2乗に比例しますから、やっぱり風速は大きいほど有利ということになりますけれども、今度台風ぐらいの突風が吹くとですね、機械が壊れるっていう問題もあります。やっぱこの場合もですね、小型化して地産地消を目指すというのがやっぱり進む方向ではないかなというふうに思っています。参考までに下にですね、風速5メーターの風、これ1秒間に5メーターですから時速18キロで、風速10メーターっていうのは1秒間に10メーターですから時速36キロ、これくらいの風が風力発電には適しているという範囲になります。次に地熱発電ですね。これはもう先ほど紹介しましたように、太陽の恵みではない再生可能エネルギー、地球の内部の高温を利用したものです。実はこれ温泉とよく誤解されるんですが、温泉よりも深いところにある地熱貯留層というのを利用します。ここにはですね、高温の水、それから蒸気がありまして、ここに井戸を掘って、ここから出てくる蒸気で磁石を回転させて発電するというものです。ただ、地熱がある限りは発電できるという優れものです。で、ここで疑問なのはですね、いまだに地球内部が非常に高温だということなんです。地球は誕生してからもう46億年経ってますから、内部が冷えていてもおかしくないんですね。そのために、地球内部で核分裂反応が起きているんじゃないかという可能性を指摘する人もいます。実際にアフリカの奥路ではですね、天然の原子炉跡が見つかっておりまして、地球の内部でこういう核分裂反応が起きて、地球内部の温度が保たれているという説があるということを紹介しておきたいと思います。次にバイオマス燃料です。これは資源エネルギー庁の資料ですけれども、バイオというのは生物由来のいろいろな資源のことです。これ生物由来ですから枯渇しないということになります。で、ここでの特徴はやっぱり従来廃棄してきたこういう生物由来の資源を有効利用しようという考えになります。ただ、この場合にもですね、メインの燃料というよりはこの地域がですね、うまくそれを活用する地産地消、これが基本じゃないかなというふうに思っております。次に海洋エネルギーですね。これは海が持つエネルギーを発電に使うというもので、基本的には海には海流があったり、波もありますし、潮汐もありますから、この水のエネルギーを発電に利用するというもので、一種の水力発電ですね。ただ、この他にも海の表層と海洋深層水って温度差は20度 C ありますから、この温度差を利用して発電しようという試みや、それから川が注ぐ河口付近では塩分濃度に差があるんですが、浸透圧をうまく利用して水の流れを作って発電するという、そういうアイデアもあります。ただただ、
これからまだ発展途上のエネルギーということになります。次に太陽光発電ですが、これは太陽熱発電といってですね、まあ、反射鏡を使って太陽の光を集めて、そこで収熱器を加熱してやると。例えばこれ水蒸気にしてやりますと、これが発電に使えるというものです。ただこれもなかなか普及するというところまでには至っていません。で、今注目を集めているのが太陽光発電ですね。これ太陽電池を利用してですね、発電するというもので、まあ日本でももうかなり普及しています。私は太陽電池のいい点はですね、まあ基幹の電力網が滞らないような地域、例えばサハラ砂漠なんかでも、これ太陽電池を使ってそれを電源としてですね、コンピューターを動かしたりしてるんですね。そういう魅力があります。ただやはり日射に依存しますので、この場合も地産地消が賢い使い方じゃないかなというふうに思っています。で、太陽電池に関してはこの図も前に紹介しましたけれども、太陽光ってのはやっぱり緯度が高いとですね、有効日射量というのは減りますから、太陽光発電には向かないんですね。特に冬は不利だという、この点もよく認識しておく必要があるかと思います。で、今その電気自動車というのがものすごく注目を集めてるんですね。で、まあ、アメリカのカリフォルニア州、ニューヨークもですね、全部電気自動車にシフトしようと。中国もそうですね。これは巨大な電池を搭載してですね、そこに充電して、自動車の、まあ、動力源としてるんで、排気ガスを出さないクリーンな車っていうのが売りなわけです。ただ、これはですね、別の、面から見ると、ガソリンがからのガソリン車なんですよ。つまり、この搭載している電池に電力を供給しないと走れないんです。じゃあこの電力はどうやって作るかというと、発電所で作ります。ですから、走ってる間はクリーンですけれども、この電気を作るときにクリーンかどうかっていう問題になりますし、それからエネルギー問題の根本解決にはつながらないんですね。ただ、面白いなと思うのは、これだけ高価な電池がですね、各家庭が自動車だから買ってくれてるわけです。で、電池ってのはある意味電力貯蔵が可能ですから、夜間電力で充電して昼に使うっていう、こういう賢いやり方、まあ、自動車ではないですけれども可能性があるかなというふうには思っています。これが今日のまとめになりますけれども、再生可能エネルギー、私はそれを賢く使うにはですね、地産地消っていうのが一番ふさわしいんじゃないかなと思っています。で、太陽光発電っていうのは日射がなければ発電、できません。風力発電も風が吹かなければ発電できないんで安定しないんですね。で、そのために何らかのこの電力貯蔵装置、電気を貯めることのできる設備っていうのが将来的には必要になってくると思います。この装置として電池が注目されています。ただ先ほども申しましたように、電池はエネルギー源にはならない、電気は別に供給する必要があるということをよく認識しておく必要があると思います。次回はこの今注目されている電池に焦点を当てた話をしたいと思います。今日はご清聴どうもありがとうございます。